これ。EG 先生立ち上げます。じゃあこれハブのボタンを押してくれる。ここでいいですか。一回。そしたら長押し3秒。はい。V ハブってところ。そうそう。はい、話してみて。そしたらなんか出てるよね、文字がね。はい。うん、そしたら今度はそっちで。見えてます。 今これでブルーってつながった、はい、でセンサーを気圧センサーとかも入っちゃってるので光とかね、これで OK です。でそしてね、このボタンを押すと、これはこれでいいかな、はい、こっちで今度ですね、このボタンを押すと今温度が出るわけ、今206.9 とか出るでしょ、はい、でこれが入れればいいですか。そうそうそう、はい、で今入れると温度が変わってくれればいいんだけど、はい、っていうことだ、ね、じゃあやります。ちょっとやってみて、落ち着いてやってくれればいいです、はい、焦ることはないね、はい、温度が下がるかどうか、そうそう、そんな感じ、シュワーってね、おお、もう下がってる、下がってる、うん、もう25度割ってる。あ、じゃあ、うん、そんな、うん、いいかけでしょ、かけでしょって、はい、はい、22度、もうどんどん下がってる、この通りです。クレンちゃんと重曹で温度が下がるってことが分かるね。もうこれでも限界来ちゃってるから、まだちょっと下がるのかもしれないけど、25度だったんですよ。いや、27。27、あ、じゃあ、うん、ヒヤッとする。